トン型総海艇は、イギリス海軍が運用していた、総海艇、機雷総統艇の緩急。第二次大戦まで、機雷とはすなわち、触発式の係か,かり機雷であり、これに対する総海艇は、艦隊の毎時総海を主任務として比較的高速、重装備の構成の艇が主流であった。しかし、大戦後期に、時期、音響による、艦王機雷が出現し、 続く朝鮮戦争での大気雷戦の経験は、人定式観王嫌いの脅威を関係各国に認識させることとなった。これに対応して、まず食雷を避けるため、1950年代以降、総改定の建材は非持成化が求められるようになった。また特に観王嫌い発火装置の工地の受け、目標追尾嫌いの出現は、従来の栄光式広報総会における食雷のリスク、 総会の不確実さを増大させることになり、爆発物処理の手法により、機雷を一個一個確実に無力化していくという、機雷相当に注目が集まった。イギリス海軍では、1947年により、バースにおいて、次世代総海体の検討チームを設置して、研究開発に着手していた。1949年には2つの設計案が、訴状に載ったが、 これらにはそれぞれ、総会型と、機雷相当型の二つのバリエーションがあった。計画は、財政上の困難に直面したが、朝鮮戦争に伴い、1950年9月には、計画が具体化した。これによって建造されたのが本級である。ただし、1950年代初頭の時点では、アメリカの案、ユックスマイナス1など、 最初期の嫌い探知機しか実用化されておらず、100kHz 級のこれらソナーでは、嫌いらしい目標を探知することはできても、それが実際に嫌いであるかを類別するには、至らなかったため、嫌い相当に用いるには、実用的ではなかった。このことから、嫌い相当型の計画は1952年6月には、棚上げされ、1953年3月には、キャンセルされた。 本級は同時期に整備されていたハム型内水槽改定と同様アルミニウム合金製の骨材と木製の外反によるアルコツ木皮構造を採用している。主機関としては当初は見られるディーゼルが搭載されたが後にはネイピアデルティック18にストローク18機筒、高速ディーゼルエンジンに変更されまたその旧機筒版であるデルティック9も 総開発電機として搭載されている。機雷相当型においては、火事は電動機を備えたアクティブラダーとされている。蒸気の経緯により、本級は当初、総開単能艇として建造された。しかしその後、プレッシー社は、機雷探知用の1 0 0ヘルツに加えて、機雷類別用の3 0 0ヘルツに対応したに、周波数ソナーである AzDIC193 型を開発した。 これは初めて機雷類物能力を備えた画期的な機種で従来の機雷総会に加えて機雷総統という新しい運用概念を具現化する原動力となった。本級においては1964年にキルクリストンが搭載回収を受けたのを皮切りに計1 6隻がアズディック193型を搭載して機雷総統型として回収された。このうち 1971年に改修を受けたアイバートンは改良型の 193M 型を搭載している。また、耐水上レーダーとしては、X バンドの1006型が搭載されている。かかりい総会具としては、従来用いられてきた、オロッペサマーク2を発展させた WS、WS-3 が搭載された。また、観光装会具としては CT、CTAS-1 が搭載されており、 総会電弾としては、当初は LL マーク3が、後には ML マーク4から1が搭載されていた。ただし、機雷相当型においては ML への更新は行われず撤去された。なお、本級においては、機雷処分は基本的に水中処分員に依存しており、後の総会艇のような戦具式の機雷処分具は搭載していない。朝鮮戦争当時に、 アメリカ海軍が機雷相当を試みた際には、水中処分員が機雷を類別した後、爆薬を仕掛けて直接処分するという極めて危険な手法が採用されていたが、本級においては、機雷を機雷探知機により探知した後、水中処分員がゴムボートで進出し、処分用爆雷を投入して処分するという手法が取られていた。ただしこの手法でも、 ひじせのゴムボートを使うとはいえ、機雷の直上に人員を進出させる必要があり、危険は大きかった。本級は119隻が建造され、イギリス海軍の対機雷戦戦力の中核を形成するとともに、新造艇、対液艇を含めて、イギリス連邦を中心に各国に売却、供与されて、西側諸国の主力総改艇の一つとなった。また1972年には、 本級の設計をもとに世界初の繊維強化プラスチック製総海底としてウィルトンが浸水している。ウィキメディアコモンズにはトン型総海底に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。